まずは礼だろう。
どうも。お前とはぐれた後、助けられて無条件でここに。完全に遊ばれてるぜ、あいつによ。それよりプロンプトを探そう。よかったね、従者たちが戻ってきたんだ。仲間がいるっていいね。幸せそうだよ。早くもう一人を助け出せるといいね。ここは使われてんの？ってことは誰かいる。怪我は？手当ての必要は？大丈夫。ノクト、ありがとう。ああ。ねえ、ちょっとは心配してくれた？そりゃ、するだろう。だから来てくれたんだよね。俺も、そう信じてた。プロンプト。もう一回会って。俺はもう偽物じゃない、安心してって言うまで死ねないって。悪かった。大丈夫、気にしてないよ。ノクト、音がする。音？お前の武器が使えなくなる直前、列車でも同じ音が聞こえた。近くに何かあるはずだ。武器が取り戻せるかもしれない。近いぞ。これか。閉まってる。音はこの先からだ。進めないのか。開くよ。同兵さん、同じのあったろ、俺のと。かもな、よく見てねえけど。ごめん、俺ニフルハイム人なんだ。でもさすがにここで生まれたなんて。だけどみんなを仲間だって友人だって信じてきたから、この先もずっとみんなと一緒に。別に生まれなんてどこでもいいし。これから俺たちを裏切ると言われる方が信じられない。ありがとう。ただ過去は変わらない、一生ついて回る。まあそういうのお前が一番気にしてねえけどな。え、元から俺のことを王子扱いもしねえし。まあ確かに王子相手には見えないな。分かったら行くぞ、ルシスの一般市民。その方がいいんだろ。不満がないなら行こう。動作は停止したようだな。ノクト、力は戻ったか？おい、試してみろ。分かった。しゃ。おお、戻ってきたな。一安心だ。行くぞ。お前か友達。
仲間は誰もいなくなるわ。一人でも戦えんのがいねえとクリスタルも探せねえし、お前ら守ったり助けたりもできねえだろ。晴れてようやく王様か。長かったな。その意味は重いとは思うが、ノクトならやれるはずだ。まあ、武器は取り戻したからな。お前らもちゃんと戦えよ。これならまだいけるか。悪い。行こう。いよいよ大詰めか。やあ王様、クリスタルはもうすぐだね。ここまで来られたご褒美、再会を喜んで。これ見覚えくらいはあるでしょ。
っちだ。アーデン、どこにいるんだ。俺は大丈夫だ。いいから黙って回復されろ。安く人を死骸化させると おい、気をつけろ。これならまだいけるか。ラジが明かねえな。少しも減ってないよ。はっ、ノクト、一人で先に行け。はぁ、クリスタルの力が得られる。この状況をなんとかするかもしれない。今のままでは全員殺してる。確かにクリスタルに頼るしかねえか。だって待つよ。俺たちでなんとか踏ん張れ。一人じゃクリスタルにたどり着けない。仲間をここに置いて殺す。あと少しなのに。閉鎖されました。死ぬなよ。
まだ生きてるかな。死んだ人たち、どんな思いだったろうね。彼らの最後の言葉、思い出せる？すぐ戻る。絶対。王様は違うな。やっぱり触れるんだ。それはそれは大昔の話。特効薬のない流行り病が蔓延した。元気王は寄生虫だ。その病に侵された者は化け物とみなされ殺された。当時ルスに一人の男がいた。自分の体に病を吸い取り、一人で病人たちを救っていた男が、まだクリスタルに選ばれていなかった王は、その人々を救える唯一の男を殺してしまった。化け物呼ばわりしてな。俺の名前さ、あれ本名だけど正式名じゃなかったんだよね。アーデン・ルシス・チェラム、正式名。あ、イズニアは誰のせいだったか。ノクト、人間のお前を殺しても意味がないんだから。クリスタルの力を得て真の王になってくれ。クリスタルごと、その力ごと王を放棄するのが俺の望みなんだ。早く帰ってくれ。俺、みんなと遊んで待ってるから。